どうも、こうすけです。どうも、雄大です。雄大くん、はい、またですね、はい、540ゲーム FE がですね、はい、故障です。あら、あらよくあるんですけど。そうですね、はい、今回の故障はですね、はい、冷蔵庫から、本当はですね、あの溶けた水が、はいはい、あのドレインでね、下に落ちて出ていかなきゃいけないんですけれども、はい、あ、はい、これね、多分購入時からずっと僕そうで、うんうん、あの冷蔵庫使ってキャンプ終わって家帰ってくると、はい、なんか床がびしゃびしゃになってるみたいな、はい、冷蔵庫から漏れた水が。あ、そうだったんですね。そう、もうそれがね、6年ぐらい続いてたんですけどやっとね、最近ね、あれドレインのこうなんかね、溜まる、後で見せるんですけど、蓋があるんだけど、そこから水が出てないということにね。あ、気づい、そうです、3日前に気づきまして、はい、今日はですね、それを直そうということで、はい、2人じゃちょっとね、できないので一緒にやっていただきたいなと。一、はい、人じゃ、一人じゃできない。あ、そう、一人じゃ、そう一人じゃね、はい、言ったつもりだったんだけど違いましたね、はい、はい、ということでね、一緒に今日は、はい、冷蔵庫直していきたいと思います。もしね、はい、同じこれ原因で困ってる人いたらね、絶対直せますので。まだ直してないんだけど、僕たちね。そうですね、直るかはもう分かんないんですけどちょっと挑戦していきたいと思います、はい、それでは行きましょう。お願いします。旅する勝間岳。はい、ということでですね、キャンピングトレーラーの方に来ました。はい、で、原因の箇所っていうのはね、ちょっとこれゆうたいくん映してもらっていいですかね。映るかな、ちょっと明かりが欲しいかな。この下か。あ、これか。ほら、水これ溜まってんの。わかる、これ。ぼやけちゃってるですね。これ水がね、こう溜まってるんですよ。はい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 。これを出すために、はい、ここのね、管の、はい、そう、中に、こう何か、柔らかくて、はい、長くて、はい、硬いもの。なかなかないですね。なかなかね、柔らかくて、そうだよね、柔らかくなきゃいけない。もうカテーテルみたいなもんだよね。20センチぐらいあるらしくて。あ、なるほど。それをやって、外に出していくと。はい。で、これね、エアーで吹いたらっていうことを東西アテオさんに聞いたら、エアーで吹くと強すぎると、その、管が、はい、あの、金魚鉢のブクブクみたいな管がついてるらしいんですけど、はい、それがもう取れちゃうかもしれないみたいな。あ、勢いが。そう、だからなんかテングスの強いみたいなのっていうので、はい、教えられて、今日買ってきました、タチウオのハリスです。これワイヤーでできてるみたいで、はい、ナイロン加工されてて、はい、これでちょっと行ってみようかなと、はい、でもしこれでもダメだったら、家庭用の、あのパソコンとかをこうスプレーでファーってエアだけ出るやつ、それで飛ばすかっていう、もうその2択ぐらいしかないかもしれないということで、はい、この現象ちなみに東西アテのホケツさんは初めてだと。へえ。まあ、買った時からそうだったんですけど。ということで、それをやっていきたいんですけど、はい、まず外のね、はい、その管の出口がどうなってるかっていうのをね、ちょっと、はい、その扉の外し方も結構特殊で、はい、下手すると爪折っちゃうみたいなところあるんで、それも教わったんで、はい、ちょっと一回外していきたいと思います。お願いします。外はね、雨です。行きましょう。旅する勝間岳。はい、ではね、これが、冷蔵庫のその管が出てくるところなんですけど、開け方がですね、ここにフックが2つあるんで、まず上に開けます。はい、こんな感じ。結構硬いんですね。硬いです。でこんな感じで、でこれをこっちしか今開かないです。こっち固定されてるんで、はい、こっちを5センチ開けます。5センチぐらい、はい、でここを叩きます、上から下に。あ、はいはいはい、取った。ちょっと危なかったんだけど、ここにここに爪が刺さってて、あ、はい、そこにここの穴が入るだけなんで、これ思いっきり普通に叩かないでバーンってやるとこの爪が折れちゃうらしいんで、はい、慎重にね、これはやってください、はい、でここ見てもらうと、管がですね、これです。あ、この管です、はい、あのハリスじゃちょっと細そうだね。細いですねで、その水がここに溜まるらしいんですよね。はい、でここがあの要は温めてる装置なんで、ここで揮発させてこの中の水をなくすらしいんだよね。あ、蒸発しちゃうんです、ね、垂らして外に出してるわけじゃないっていう、はいはい、そういう仕組みだったみたいです。なるほど。ということで雄大くんはですね、僕これ中からハリスでちょんちょんやってくんで、はい、ここから水が出始めたら、はい、治ったっていうことでね。わかりました。それが僕のあのエンディングなんで、理想的な。そうですね。そうなるかどうかはちょっとね、わかんないんですけど、はい、そうなってほしいなと、はい、いうことでちょっと挑戦していきたいと思います。わかりました。お願いします。お願いします。旅する勝間岳。旅する勝間岳。はい、それではですね、今から雄大くんと一緒にですね、はい
始めていきたいと思います。治るかなっていうところだね。はい。じゃあ、ゆうたいくん、外でちょっと見ててください。はい、よろしくお願いします。お願いします。入れますよ。はい。いいですよ。はい。あれ、いきなり詰まります。入ってかないですか？うん。なんかじゃあ詰まってんのかもしれないですね。今5センチぐらいのところで。5センチのところで。どうなってんだろうな。水は一滴も出てきてないです。そうだよね。はい。あ、ちょっと入り出したかな？ダメですね。これ逆に雄大の方から刺していくっていう方がいいかもしんないな。あ、逆にですか？やってみますか？ちょっと嫌なんですけど、展開の仕方がちょっと嫌なんですけど、これ怪しいですね。怪しいですね。旅する勝又家。はい、では雄大君、今からですね、僕こっから一回まずは、はい、口届くかな、すごいことをなんかすごいチューするみたいな、しかも汚いのに汚いやつにすごいチューするみたいな、これフーって一回吹くから、はい、中で、はい、こうブクブクって出るかどうかの確認をね、はい、してもらいたいと思います。わかりました。じゃあ中行きます。すごい注意よこれは。OK だったら言って。はい、どうすか。 OK です。はい、行きます。はい。全然行かない。行かないよね。何も来ないですね。もうすごい行かない。ダメですこれは。どっか折れてるんですかね。ダメです。折れてる可能性あるかもしれない。そんなゴミたまる。そんなゴミある。いや、そんないかついゴミないっすね、なかなかね。え、ワイヤーも次の手段を考えましょう。はい。旅する勝又家。はい、ということで見つけてきました。すごくナイスなワイヤー。はい、これがこれの方が良かったね、最初からね。そうかもしれないですね。なんか甘やかしてたね、僕ね。あんなテングスとか買っちゃってたけど、これでもゴリゴリいきます。はい、すごい。これはその硬さで、あ、これ穴開けちゃうかも、マジで。もう硬いですか。あ、来た、あ、来た、あ、来た。あ、こっからもう明らかにゴミじゃないですか。え、でもついてないよ。俺曲がってんじゃねえかな、これ行っちゃっていい。グって、はい、ほんと。これ壊れたら一回取り出さなきゃいけないらしいから、冷蔵庫。いやー、それやばいですね。いや、全然いかないよ。あ、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 いった。いあ、本当ですか。え、水出てこない。 あれ、いや、冷蔵庫から出てる。ちょっと見てきます。出てる。いや、出てきてないですね。じゃあもうちょっといくよ。はい、出てきてないです。今雄大こんなに入ったよ。すごい入りましたね。もう冷蔵庫のその距離いってますよね。まだかな。まだなのかな。結構いってますよね。ちょっと一回ホケズさんに電話した方がいいか。これは一回、もう一回チューするわ。チューしたいわけじゃないからね。あー、すごい、すごい。バー、出ない。ちくしょう、なにこれ。旅する勝又家。ごめんなさい、ちょっと補欠さんタイム入る前にこっちからもね、ワイヤーしてみようということで。はい、そっから入りますか。そっからが入らない、ね、入らないね。補欠タイムです。いや、呼び捨てです。補欠さんにちょっともう頼むしかないね。旅する勝又家。補欠さん、コウスケです。お疲れ様です。40センチぐらい入れたところで止まっちゃうんですよ。上から入らなかったんで下からやってるんですよ今。抜けちゃうとまずいですよね。でもね、旅する勝又家。はい、補欠さんタイム終了いたしまして、はい、まあこれ詰まっ、もう僕の見解ではなく、このホースがこう折れちゃって、そっからね、はい、折れちゃってそっから入らないんじゃないかみたいな話だったんですけど、まあ、それだったら補欠さんちょっと引っ張ってみて勝負だっつって言って。あー、なるほど。もう引っ張ってポンって抜けちゃう場合もあるかもしれないけど、ちょっと引っ張ってそれが折れが取れるかもしれないみたいな。あー、ちょっと後ろの構造が僕わからないんだけど、はいはいはい、
まあ、それをやってみて最後ラストもエアーでしかなくて、エアーでバーンってもう入れちゃうみたいな、はいはいはい、で治るかみたいな、はい、で今お話ししてて最悪もうこれ取れちゃったとしても、まあ、外にダダ漏れなだけだから、はい、中に今ダダ漏れなだけの話、どっちに漏れるかの話だから、あ、はい、まあ、修理にしたとしてもまあ脱着、はい、これの冷蔵庫の脱着だけだから工賃としてはまあ1万円ぐらいなんでっていうことなんで、最悪直してもらうっていう体にして、はいはい、重くそできることだけやってみようと、はい、いうことにいたします。わかりました、はい、それではやってみましょう。とりあえず引っ張ってみるみたいな、引っ張りが先、1、2、3線引っ張ってその後エアーでいくっていう感じにしたいと思います。引っ張って直ったらもうワイヤーなんていらなかったって話だからね最初から引っ張っとけっていうね、そうですね、ねことです、はい、はい。素人だから何せ、まあまあまあ、うん、それはもうそうです。トライアンドエラーでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、旅する勝又家、引っ張りですね。はい、引っ張ってみます。 1,2 センチって言ったけどね、5センチぐらい引っ張るつもりでいきますから。え、ああ、え、え、気のせい、気のせいかな、今なんかダメですね。でもなんか今ねここが濡れましたね、ちょっと濡れたけど、ちょっとなんかこんな感じでやって、これもダメ、急に雑になってるけど仕事が案外いけるなっていう。ダメですね、水が垂れてこないですか、うん、エアーいきます。ラスト、はい、わかりました。200ボルトの強力なエアコンプレッサーのやつ、コンプレッサーのいっちゃいます。わかりました、はい、はい、旅する勝又家、はい、用意しました、本気のやつですすごい風、くさくさゴム臭い、息臭いじゃあこれでちょっと行きたいと思います。雄大君、じゃあ中で、はい、もうあのドレインに溜まったところがブワーッと飛び散るね。なるほど、映像を、わかりました、撮っといてください。行ってきます。はい、行きます。じゃあ来るんでしょうか。 OK です、行きます。はい、おお、来てる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 、あーあー、めっちゃブクブク来てる。水全然出てこないけど、でも水全部飛びましたよこっちに。嘘水全部全部飛びましたよこっちに。カメラえらいことになってんじゃんだけど水出てかないね。ああるっすね。なんなのこれ、空気出てたのに。なんなんでしょう、やっぱ折れてんのかな、ね、ちょっともっと激しくやっちゃいます。はい、どうぞ。あ、ちょっと垂れてきてる。あ、本当ですか、いくよ。はい、あーあどう、もう水はないですねこっちになんかゴミとか飛んだのかな。そう、よだれ垂らします。よだれはやめてゴミ出たのかな、ゴミっぽいのなんか感じた。いや、水だけでしたね。ほんとだ、もう水ないね。水入れてみる。旅する勝又家、はい、ではちょっと今雄大くんがね中から水を入れて、はい、外で僕がね、見ているみたいな。はい、水が出るかどうかね。そうですね、はい、ちょっとお願いします。はい、わかりました。はい、垂らします。はい、抜けてる感ないっすね。溜まっちゃってる。はい、なんだろうね、もうこれはわかんないねわかんないですね。ダメですね、出てないからね。うん、出てないですか。出てないです、1ミリも。ダメですもう全てやりました。そうですね。ということで雄大くん、全力は尽くしたと思います。そうですね、やることはやったし、中から外からねエア吹いたらねビシャーっていうね通ったのかっていう思ったですね。思ったんだけど、まあ、でもダメだった。ダメでしたね、結果また止まっちゃうみたいな。うーん、何がなんだかよくわかんないみたいな。このこうキュッてなっちゃってるのかな、ホースがこうキュッて、なんですかね、ってね、締まりが良くなっちゃってるのかも熱で、熱かなんかわかんないけど、とりあえずまあ
ちょっとね、これ動画見ていただいてる方には最終的にこうね、成功とは言わない動画だったんですけれども、はい、まあ一応ね、こうどういうふうにやればっていう段階を追ってね、そうですね、やり方はお伝えできたんじゃないのかなという、うん、僕たちの自己満足でこの動画を終わりたいと思います。はい、はい、ということでビーアゲンビレッジ、僕たち待ってますので、ぜひね、はい、遊びに来てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。お願いします。すごい残念すごい残念いや、直したかったですね。直したかった、本当に。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。今ね、終わったんですけどね、もう一回ゆうでくんがこうすけさんすごい噴射するんで見てくださいって言ったらですね今ポタポタ出てますね。さっきこんな出てなかった。出てない、何にも一滴も出てない。あ、そうなんだ。これ行ったかもね、これ治ったかもね。こんなもんなのかな、だから出る量がドバドバ出るイメージだったけどそうですね。ということでゆうたくん、治ったと。治りましたねよかった、よかった。とりあえずエアで吹いたら、こっちから吹くのが一番早いかもしれないね。そうですね、なんか吹けるものがあるんだったらね。もうちょい引っ張っちゃいました。あ、引っ張っちゃった。引っ張っちゃいました、実は。それがあったのかもしれない。グーグーって音聞こえてたから、グーグーって結構よかったです治りました。皆さん、僕たちの真似をしてくれたらね治りますので、はい、自信満々になってますので、はい、はい、ありがとうございました。ご視聴いただきましてよかったです。じゃあね、バイバーイ。